ご紹介いただきましたタニタヘルスリンクで代表しております利田と言います。よろしくお願いいたします。今日我々がタニタグループまたタニタヘルスリンクという会社で従業員が取り組んでいる健康づくり体づくりのご紹介をさせていただければと思っております。ちょっと皆さん のご参考になるかは分かりませんが、せっかくお時間をいただいたので少しでも参考になればと思いますのでよろしくお願いいたします。で我々タニタヘルスリンクという会社のご紹介になります。後ほどご紹介しますが、もともと株式会社タニタという会社の、子会社から端を発しまして、今いくつかの会社さんに増資をいただいてグループ会社という位置づけになっております。2007年に設立をして、今従業員が100人をようやく超えたぐらいの会社というふうになっております。基本的には企業の従業員の方の健康づくりですとか、自治体の住民の方の健康づくりを主に担わせていただいておりますが、スポーツとの関連という意味でいうと、実は我々公認スポーツ栄養士とかも何人か在籍をしておりまして、オリンピックに先日出たスポーツ選手アスリートですとか、あとJリーグのチームですとか B リーグのチームとかの食事の管理ですとかご提供、また体重とか筋肉量のコンディショニングのサポートも実は事業としてさせていただいているんですけれども、今日はそちらのご紹介ではなく我々の従業員の健康づくりのご紹介をさせていただければというふうに思います。でもともとタニタという会社ってご存知でしょうか。最終的に体重計ですとか、あと料理ばかりですとかタイマーですとか、ご家庭でお使いいただけるような計測器を作っているということと、タニタ食堂が少し以前話題になったということもあって、結構タニタって知ってますかって一般の方に聞くと9割以上の方のご認知をいただいてるんですけれども、実は会社としてはそんなに大きな会社ではなくてですね、工場のワーカーとかも含めると1000人を超えますけれども、タニタ本体の従業員でいうと200人ぐらいの、ちょっとした中小企業に毛の生えたくらいの会社だというふうにご認識いただければと思います。で会社としては今でこそ健康計測機器またそれのソリューションをグループ全体で手掛けていますけれども、もともとは健康と全然関係ないものを作っていた会社でございまして、例えばパンを焼くトースターですね。昔ってこう食パンを入れると上にポンって出てきたんですけど、今の蓋を開けてパンを入れると焼けるっていう形のトースターを日本で初めて製造したのって実はタニタという会社なんですけれども、そういった電気製品の大手の会社さんの下請け OEM の製造から端を発しておりまして、その後1959年に日本で初めて家庭用の体重計を発売したというところからこの健康業界に入ってきているという形で、60年とちょっとこの健康づくりをお手伝いしているという形になっています。ヘルスメーターという言葉もタニタが作った造語でございまして、アメリカに行ってヘルスメーターって言っても体重計のこととは通じないんですけれども、体重計を開発した時に体重を測ることが健康づくりの一つのバロメーターになったらいいなということで、ヘルスメーターという名前をつけてあえて商標を取らずに売っていると創業者からは聞いていますが、取り忘れただけなんじゃないかという気もしているんですけれども、皆さん広くヘルスメーターという言葉を使いいただいていて、だいぶ浸透してきているなというふうに感じております。でその後今家庭用の体組成計、体脂肪計ですね、体重だけではなく体脂肪を測れる機械を世界で初めてですね製造販売したというところで少し会社が大きくなったという経緯がございます。その後今は我々タニタヘルスリンクという会社で測った後のソリューションのところですとか、あとタニタ食堂、タニタカフェといった飲食の展開、またフィッツミーというサーキットトレーニングのジム等も展開をしているという形でグループとしては事業活動をしております。その中でも当然体重計をたくさん売っていますと測ってみてですね、自分が太っているのは分かったよと
じゃあどうしたらいいんだよみたいな話はもうあの何十年もずっと会社ではですねあの声をいただいてましたので、その後のソリューションを展開したいということでタニタヘルスリンクという会社では事業展開をしております。で今日あの今でこそこう健康経営という言葉もできて、あの各社さん取り組みを始められているというふうに思いますけれども、まああの一応時期としてはいち早くそういった取り組みをグループ全体で進めてきましたので、その取り組みを簡単にご紹介させていただければというふうに思います。でまあ、あの今でこそ健康経営という言葉を使っていますけれども、もともとあのこのグループ全体で社員の健康づくりを始めたというのは、あの経緯としては2008年にあのいわゆるメタボ健診、メタボ、まあ、特定保健指導というあのメタボ健診が始まって、まあ、健保さん、高校さんを中心に従業員の方の健康づくりを始めようという制度があの法律としてできたんですけれども、まあ、やはりあのですね、タニタっていう会社にいるとタニタの社員の人って太ってる人一人もいないんですかとかですね、タニタの人ってタバコ吸っていいんですかとかですね、あのえらい世間的なあのイメージがあの健康的だというところもありましたし、やはり会社としてもこういう事業をやっているので、あの健保さんに任せず会社独自でも健康づくり、また体づくりをすべきじゃないかということで、あのいろいろな検討をして2008年度からあの今でいう健康経営の取り組みみたいなことをスタートしております。であの実は一番最初にやったことはですね、あの日経新聞に一面で広告を出しまして、タニタはメタボ社員をゼロにしますっていう宣言をあの対外的にしました。であの実は未だに十数年経ってるんですけど、メタボ社員ゼロになってないんですけど、あの、まあ、まずはちょっとあの外に言ってしまって後に引けなくなるようにしてから取り組もうということで、十数年来あのずっとそういった取り組みを進めております。であの、まあ、グループ全体でやっておりますけれども、あの後でちょっと細かくはご紹介しますけれども、まあ、あの計測器のメーカーですので、1人1台あの何歩歩いたか分かるいわゆる万歩計のような歩数計を1人1台、まあ、従業員の側で言うと強制的に持たされています。で同じく体重とか血圧も定期的に測らなきゃいけないという決まりになっていまして、あの全員のデータを可視化してそのデータを見ながらいろいろな施策を行うということがベースになっています。あの、まあ、やはり会社がこういう会社ですので、あの自分の体づくりに興味はある社員というのは多くてですね、あの学生の時までバリバリ運動していましたとか、今でもフルマラソンに出ますとか、あのウルトラマラソンに出てますとかですね、あの自分でゴリゴリにあのこの施設も多分うちの社員も何人も使わせていただいていて、あの土日はここに通ってすごい筋トレしてますとかですね、そういう社員も多いんですけれども、やはりあのスポーツという視点からはちょっと外れてしまうかもしれないんですけど、まあ、あの今日車椅子の方も来ていて一部はなかなか難しい部分もありますけれども、やはりあのそうでもない全員従業員全員で取り組めることって何だろうと考えると、やはり歩くことだろうということで、基本的にはまあ歩数を増やすということから始めて何かしらのスポーツに取り組んでいただきたいなということで、会社としてはまああの歩くことを中心にあの歩数を増やすというところを中心的な取り組みにしています。でここ10年間の間ではやはりいろいろな取り組みをしていまして、まあ、あのよく会社さんでいうとあのフィットネスクラブの補助を出して通ってもらうとかっていうことも例えばやってるかと思うんですけど、うちもあの要はメタボで引っかかった社員にフィットネスクラブに通わせようとしたんですけど、ちょっとまああの言葉を選ばずに言うと、フィットネスクラブって自分が健康的でおしゃれなかっこいい肉体の方々が集う巣窟みたいな感じなんで、太ってる人ってすごい入りづらいんですよ。なんで全然行かない、行かせたい社員ほど行かないので、あの会社としてはあのある1年あの近くにあったフィットネスクラブさんを休館日に無理を言って開けていただいて、そこでうちの社員だけあの通わせていただいてということもやりました。でその結果やはりあの行ってスタジオプログラムとか人がいないところだったら行き見れますので、あの何回かやってると自分で自主的にあの普通の日に仕事が終わった後通うようになったりとかして、まあちょっといかにきっかけを作ってあげるかということが大切だなというふうにあのまあ取り組みを通じて感じているところです。
で、まあ、2008年度から取り組みをしてきて、憲法全体ではだんだん医療費が上がっていく中、タニタの従業員だけ抜き取ると医療費が下がってきているみたいなバックデータもできてきているということで、引き続き進めているという形になっています。おかげさまでいち早く取り組み始めたということで、国の等でもですね、いち早くこういった取り組みを進めているということで、非常に取り上げていただいたりとか、ちょうど同じタイミングでなぜかタニタ食堂がレシピ本が出て売れたところもあって、タニタ食堂で健康的な食事を出すっていうのも当然この一連のプログラム の切り取った一つなんですけれども、そこの部分を非常にクローズアップして取り上げていただいたという経緯もあります。食堂の話をしちゃうとその話だけでまた何十分ってなっちゃうんですけど、一つだけ今日ご紹介しておくと、タニタ食堂の一番の特徴ってメニューが一つしかないんですね。でこれもまた今どこの食堂さんもラーメンとか今日の A 定食とかの中に今日のヘルシー定食みたいなものが置いていただいているところだいぶ増えているなというふうに思ってるんですけど、まあ、ちょっと今コロナで食堂もなかなか難しいんですけど、ヘルシーメニューを食べさせたい人間ほどカツ丼セットとか頼んじゃうんですね、やっぱり。なんでうちはまあ基本的にはもう今日はこの定食ですって決まっていて、で太ってる社員はもちろん全員が全員社員食堂で食べてるわけではないんですけれども、まあ半ば強制的に食堂で食べさせて、野菜がこれぐらいの量の食事ってこういうものなんだよとか、塩分が 3g 以下のものってこういうものなんだよっていうことを、まあ、実食を通じて食育をしているというところが一つ大きな特徴かなというふうに思っています。ということで、まあ、引き続き13年ぐらいやっているというところになっています。でちょっと細かく我々やっていることの紹介をさせていただきます。で全員配って歩数が見える活動量計なんですけれども、これ もあるタイミングから皆さん多分カードで社員証を使ってると思うんですけれども、弊社はこの活動量計自体が社員証になっています。なんで会社に入るにもコピー機でプリントアウトするにもこの活動量計を持ってないと何もできないっていう状態になっているので、まあ逆に言うとタニタの社員ですらそこまでやらないと必ず携帯しないっていう問題点でもあるんですけれども、そうやって会社にも入れなくすることで必ず携帯していただいているというような形になっています。また体重ですとかも定期的に測ることになっていて、一定期間測ってないとセキュリティから外されて会社に入れないっていう仕組みになっています。なんで忘れているとある日突然会社に来てピッてかざしてもドアが開かないっていう状態になってですね、しかるべき対応をしないと再び会社に入れるようにならないというところで取り組みをしています。あとはまあオフィスもかなり健康に寄せたオフィスの作りになっていまして、こう歩幅が測れたりとかサイネージが至るところに置いてあって、こう歩数の順位が見れたりということで、ちょっとした隙間時間に自分の健康状態が確認できるような作りになっています。で当然我々が提供しているポータルサイトで自分のデータが可視化できるようになってますし、管理画面のようなものがありまして、そこで管理者保健師ですとかもみんなのデータを確認しながら介入をするという仕組みになっております。でなかなかやはり一人で取り組むっていうのが難しくてですね、グループにしてリーダーをつけるという形でいろんな活動をしている形になります。これもかなり試行錯誤をこの10年間しておりまして、例えばこう歩数の順位でよくある成績順みたいな形でどのチームも平均の歩数が同じぐらいになるように並べてみて、一番歩いている方をリーダーにしてみたりとか、くだらない話で言うとおっさんのチームの一人ずつ若い女子をつけてその子をリーダーにしてみたりも実はしたことがあるんですけど、全然聞かなかったんですけどということをやってるんですけど、まあ、今のところやっぱり立候補していただいた方をリーダーにしてチームを組成するっていうのが一番歩数が増えたりとか体重が減ったりという効果が高いということが、まあ、社内の検証では分かっているという状態になっています。取り組みはバラバラで、そこも、まあ、みんなで例えば運動してその後飲みに行くとか
今ではなかなかできないですけど、みんなでカラオケに行ってずっと飛び跳ねて歩数を稼ぐとか、各チームいろいろな取り組みをしていただいて、そのリーダーさん同士がこういうことをやったらうまくいったよみたいなことを定期的に共有するという形で取り組みを進めています。結構1万歩チームの人が超えたらこうチロルチョコを1個ずつあげるとかですね、皆さんリーダーさんが率先していろいろな取り組みをしてくれているという形になっています。で、ここからせっかく今日お時間いただいてますので、残りの半分ぐらい、うちもコロナ禍になりまして、昨年度からだいたい7割ぐらいの社員がテレワークになっています。で、ご紹介したように今までの取り組みって基本的には会社に来て体重を測ってオフィス自体がこう健康的な取り組みができるというような形で取り組みをしてきたんですけれども、3割ぐらい入れ替わり立ち替わりなんですけど、平均すると3割ぐらいしかオフィスに来ていないという状態で、今まで の我々の取り組みも通用しないという形になってきているので、手この手で一生懸命頑張っています。で、ちょっとごめんなさい、資料飛んでしまうんですけど、先に去年の結果をお知らせしますと、うちの社員ってそうやってこう歩いていろんなことでスポーツの活動とかも通じて平均の歩数って社員の平均で8000歩を超えていたんですね。で、もうすぐ9000歩に届くかなと、いよいよ国の推奨歩数を達成できそうだなというところまで来た段階でコロナになったという形になりました。で、こちら資料お手元にもあるかと思うんですけど、パワーポイントを示しているように一番最後の35ページに飛ばせていただいていますけれども、例年8000歩を超えていた歩数が昨年度ある緊急事態が明けた7月からの平均で、要はあまり何も介入していない期間の歩数を取ってみると6300歩まで落ち込んでいました。約2000歩やはりコロナ禍になって社員の平均の歩数が減っているという状態になりました。で、この活動量計って割と便利で社員証になってるんで勤怠とかとも紐付けられるので、会社に来てる日来てない日とかも分析をかけた結果、やはり出社してる日の平均の歩数は8000歩近くありまして、で出社してない日の平均の歩数を取ると5000歩ぐらいという状態になっていました。で、この5000歩っていうのもかなりばらつきがやはりあって、テレワークをしてるから自分で気をつけて就業の前に1時間歩いてますとかっていうことで、ある程度歩数がある人間と本当に限りなくゼロに近いという社員もかなりの数がいて、平均すると5000歩という状態でスタートしています。で、手この手で介入をして最終的にテレワークしている人の歩数が6000歩ぐらいまで、いろいろ先ほどご紹介したような取り組みをした結果1000歩ぐらいは増えているんですけれども、それでも6000歩という状態なので、今年さらに何をしたらいいだろうということでいろいろ考えながらもう一歩手を打っているという状態になっています。我々の会社の場合必ず1年間じゃなくて6月までに健康診断を受けるという決まりになっていまして、で再検査まで会社が全額補助をして必ず 100% 受けるという決まりになっていて、今再検査の結果も含めて返ってきてるんですけれども、やはり今年の検診の結果が昨年に比べると悪化しているというところも見えてきていますので、変な言い方ですけどうちの社員ですらそうなので、なかなか世の中は来年再来年もっと厳しいことになっていくんだろうなということを実感しています。で、なんで結局まだ6000歩にまでしかできてないんですけれども、昨年度どういったことをやったかというところをちょっとご紹介させていただければと思います。で、資料でいうと、27ページまで戻らせていただきます。で、やはりなかなかみんな集まってということが難しいので、動画ですとか映像系のコンテンツはかなり開発というか作成をしました。で、真面目に講師が喋ってるっていうものだけではなくて、ちょっとこうドラマ風に仕立てた
短編のシリーズを何十本か撮って必ず見るようにということにしたりとか、まあ、リテラシーを上げる部分に関してもなかなか集まれないという中で工夫していろんなコンテンツを作成してみんなに見せているということをしています。もちろんオンラインも含めてセミナーみたいなこともしたりとか、まあ、禁煙のところもですね、家にいると何本吸ってんだか全くわからないという状況、会社に来てればですね、ある程度把握ができるんですけれども、なかなかわからないというところになっているので、オンラインで禁煙指導をしていただける先生等も探しまして、もちろん前から禁煙する場合の補助とかは出していたんですけれども、オンラインで対応いただけるところを探してセミナーをやったりとか、その後禁煙で通うということになればオンラインで通ってもらって指導していただくといったことも進めています。またメンタルのところも一人で仕事をしていますのでかなり力を入れましたし、まあちょっとスポーツからずれちゃうんですけど、やっぱり最初はアンケートとか取るとあまりにもこう暗いところで仕事をしていて、これ以上の明るさじゃないと良くないよとかですね、本当にこう基本的なところから社員のリテラシーを上げていくというところを非常にやっていました。でまた基本的には会社に来て体重ですとか血圧を測るということが社内のルールだったんですけれども、来ないので来ないままセキュリティを外されるということが続出したところもあって、通信がついて自動でデータが転送できる体組成計と血圧計を全社員に配布しました。で家で測るということを今義務付けているという形になっていて、こちらは一定の効果が出ていて、後でちょっと表も出ていますが、会社に来て測るというルールだった時に比べると測定頻度はだいぶ上がっているという結果になっています。ちょっとなかなか1人1台配るっていうのは費用の面でも難しい部分もありますけれども、やはりご家庭で毎日測る習慣を作るということは非常に重要だなというふうに思っています。でこれもどこの会社さんもやられていると思いますし、うちもコロナの前からやっていましたけれども、歩いたらポイントがつくみたいなことも取り組みとしては行っていまして、ちょっといろいろなルールを作りながら、活動に応じてポイントを付与すると、まあ、人参をぶら下げるというところも先ほどのちょっとしたディスインセンティブと並行して、まあ、両面で取り組みとしては行っているという形になっています。で歩数みんなでこう歩くというところもなかなか集まれないので、こういかにコミュニケーションを取りながらお一人で歩いていただくかっていうですね、ちょっとある意味矛盾したところにもチャレンジをしたいということで、例年こうグループ対抗の歩数の競争みたいなことはやってたんですけれども、去年は短期間でリーグ戦、まあ J リーグみたいに昇格降格があるリーグ戦みたいな形で平均の歩数に応じて、まあ、要は1部リーグ2部リーグ3部リーグに4チームずついて、ある1週間の歩数が一番悪いと2部に降格するみたいな形で、ちょっとより競わせるような形で、あんまり競争心を煽りすぎるのは良くないなとは思いつつも、ちょっと一回やってみようということで昇格降格ありのリーグ戦みたいなことを実施しました。でやっぱり非常に盛り上がりまして、この期間歩数はもう倍どころじゃなかったんですけれども、非常に歩数が増えたという形になっています。ちなみに今この時点では今度はじゃあ違う会社さんと競争しようということで、同じような取り組みをしている他の会社さんと今対抗で歩数の競争をグループごとでさせていただいているので、だんだんなんかこう50企業とか100企業とかなんか取り組みで競争できるようになるといいのかなとかっていうことも考えながら、まずは他の会社さんと2社で競争をさせていただいているという形になっています。でまた同じようにこうコミュニケーションを取るということと体を動かすということで、オンラインで体操、まあ朝ラジオ体操をしたりしてた会社さんとかも結構あると思うんですけれども、集まらないという中でどうしようかということで、動画を流したり会社から講師がつないでこうエクササイズバンドを使った運動ですとか、ちょっとした首とか肩のストレッチですとか、そういった運動をある時間を決めて全社員、まあ、入っても、まあ、もちろん会議とかしてる人間は別ですけど入ってもらってやるということもかなり試行錯誤して、何時にやったらいいんだとかどんな運動にしたらいいんだということも取り組みました。
でここに書いてあるように一番やってた時は1日4回やってみたんですけど、やっぱりだんだん集まりが悪くなったりとかですね、あの仕事がブチブチ切れて嫌だとかって苦情が出たりとかですねしていて、あの今はお昼のあと眠くなりそうな時間の1時半とあとはあの就業一応うちフレックスなんですけど一応決まりが6時までなので6時の直前ですね5時50分の2回に今はしていまして、まあ、そこでちょっと定着してきているかなという形になっています。あのこれもアンケートとか取るとあの家で仕事しちゃうとダラ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 ずっと仕事しちゃうみたいなことも結構あの声があったので、また仕事に戻るにしても一旦今6時だっていうことが分かるようにあの5時50分にあの設定をしてやってみているという形になっています。であの会社 Google の仕組みなんですけれども、ポップアップで体操が始まりますよみたいなことが仕事をしていると出てくるような形になっていて、それでこうオンラインのミーティングにみんな入ってやってるという形になっています。でその夜の5時50分の会は結構ご家族ですとかお子さんもあの別に呼びかけてたわけじゃないんですけれども参加してくれるようになっていて、あの結構まあ子供がいる中で仕事に集中できてないけどこれだけが息抜きになって助かってますとかですね、あのみんな画面越しに子供さんがたくさん出てきてくれるので、あのコミュニケーションという意味でもあのいいコミュニケーションになっているのかなというふうに思っています。あの今までもこの社員向けにご紹介した取り組みって従業員の家族の方も皆さんあの使えるような仕組みになっているんですけれども、あのこの体操をオンラインでやるようになってお子さんの活用も一気に増えたかなというような状況になっています。あとはまああの食事のことになりますけれども、食べたものをこう投稿してもらってあの健康的かどうかでいいね悪いねが作れるようなアプリも作っていまして、まあそれもやっぱりコミュニケーションと健康づくりと両面で活用しているという形になっています。ということで、あの非常にあのコロナ前うまくいっていたことがうまくいかなかったりとか、やはりあの活動量が減ったりという中で、あの1年間試行錯誤してまた今年も同じようにやっていますけれども、なんとか、まあなかなかやっぱりあの難しくて、朝歩きに行きたいっつったって子供がいて自分が主婦で何もかもやんなきゃいけないんだから、あの仕事中じゃなきゃ1時間も時間取れないけど仕事サボって1時間歩きに行っていいですかとかですね、あのそういった声があるのも事実で、あのテレワークしている中であの平均の歩数を8000歩9000歩にするっていうのはなかなか難しくて、あの土日にまとめて運動してもらったりというところもあるんですけれども、その中でもあのなんとか工夫をしてまたみんなの健康を取り戻したいなというふうに思っていますので、あのぜひ皆様が会社で取り組んでいるようなこともお聞かせいただいて、あのより良い健康を作っていきたいなというふうに考えています。私からは以上になります。ありがとうございました。